どうもヌヌです。ディスガイア5続きを遊んでいきます。今回はですね、こちらガリウマ界の、こちらの生贄の監獄ですね、こちらに進んでいきたいと思います。来たか、反乱軍の戦士たち。必ず来ると思っていたぞ。キリアさん、その戦いのたびに何か食べるのやめてもらえません？緊張感が。ブランディス様、反乱軍ごときを相手に魔将軍のお手を煩わせるわけには参りませぬ。ここは我々で。相手の戦力も見抜けぬ愚か者め、お前たちは下がっていろ。陶器を解放しただけでロスト兵がまるでゴミのように。これで邪魔をする者はいない。さあ、続きを始めるとしようか。くそ、どうすりゃいいんだ。へへ、なんだゼロ、今頃になっておじけづいたのか。怖いのはみんな同じですよ。力を合わせて立ち向かいましょう。それだけで勝てれば楽なんですけどね。さて、ゼロッケン君の言う通り、どうしたものでしょうね。違う、オイラはお前たちみたいにビビってるわけじゃない。どうやったらあの人を救えるか、それを考えているんだ。あの人、どなたのことをおっしゃっていますの？構えないのか。お前たちを相手に構えなど無用。俺たち全員を相手に一人で勝てると、ずいぶん侮られたものだな。未熟者をあしらうだけだ。指一本もあれば十分。キリアとか言ったか。お前の本当の力を見せて。さもなく死ぬぞ。はい、というわけでブラッディス一人だけなんですね。周囲3マスの敵ユニットの移動力1になる。へえ。なんかすごいいろいろ覚えてますね。てか、ウェポンマストリーレベル10ってすごいな。装備適性も高いし。確かにこれは強敵だ。予告状通り、ただいま参上。周囲3マスってことはここってことかな。盗んじゃうんですけどね。行きますわよ。速攻で蹴りをつけるぞ。こちらから行くぞ。出撃する。持ち上げ。ほら。どうした、あの時の力を見せてみろ。このままでは。さあ、早く俺を解放しろ。本当は分かっている。俺ならボイドダークも瞬殺できる。やつを解放すれば確かに勝つことはできるだろう。だがやつに自由を与えればまた誰かが犠牲になることに。キリア、そうだな、リーゼ。もう誰も死なせるわけにはいかないよな。
硬いですね。排除する。俺様に任せろ。受けてみよう。奇跡に向かえ。せや。何の僕と一緒に。よっ。タフだ。嫌ですよ。ささっと早く終わらせますわよ。それ。天地にこだわす。熱き思いを力に変えて。湧き立つ血潮に拳が唸る。なんも、なかなかやるではないか。戻ったら飯を作ろう。やはり指一本ちょうどいいぐらいだ。やはり今の俺の力ではこれが魔将軍の力。こんなの勝てるはずがない。バカ野郎、軍師のお前が投げ出してどうすんだよ。クリボー、その通りですぴょ。どんなに強くても必ずどこかに弱点はあるぴょ。弱点があったところでこれだけの力の差があるんだ。どうにもならないだろう。一か八かでお前たちを当てにしたオイラがバカだったぜ。こうなったらまた一人で。一人だけ逃げるおつもり？この卑怯者。ごめん、遊ばせ。聞いた？脇腹に当たっただけなの。キリアさん、そこが奴の弱点かもしれません。任せろ。やはり脇腹が弱点のようです。いけますよ、キリアさん。脇腹が弱点。反乱軍の戦士たちよ、この借りはいずれ返させてもらうぞ。うわっ、待ちやがれ。オーダー。なんだよキリア、なんで止めるんだ。偶然とはいえ、あの人の唯一の弱点をつくなんて、お前ら運だけはいいみたいだな。ゼロッケン君、君は一体何を知っているんですか。魔将軍ブラッティスは脇腹に古傷を抱えている。それがあの人の唯一の弱点だ。脇腹に古傷だと。弱点を知っていたのに、なんで教えてくれなかったんですかぴょん。お前らまで弱点を狙ったらどうなる。警戒されるに決まってるだろ。ゼロ、お前もしかして頭いいのか。
あなたが超絶アホなだけでしょう。余計な口を挟まないの。あの古傷のせいだ。あの傷が原因だ。ゴルディオンはボイドダークに負けたんだ。あ、ゴルディオン、何の話をしてらっしゃるの。まさか。そう、魔将軍ブラッティスの正体は大魔剣ゴルディオンだ。史実によれば、魔帝ボイドダークと直接刃を交えた勇猛なる魔王は3桁を超えると言われている。しかしその大多数が魔帝の体に傷一つ負わせることなく宇宙の塵となり果てた。それゆえに巨鏡獣魔界への期待は大きく、この頃の名もなき反乱軍の記録は後世にほとんど残されていない。突然だけど、貧弱で女の子にモテないそこの君、超簡単に超魔流の達人になれるスーパートレーニンググッズを知ってるか？ OK OK、 落ち着けよ。これがその超魔流エクササイズマシンさ。なんと1日5分のトレーニングであっという間に筋肉もりもり、100人乗っても大丈夫。さらに付属の DVD を見流すだけで、ある日突然超魔流が使えるようになるのだな。簡単だろ。なあ、超絶簡単に超魔流が得できちまったぜ。ウサリアでも超魔流奥義が使えましたぴょん。これはすごい、効果抜群ですぴょん。次回の史上最強の超魔流通販第7回は地獄編、阿鼻叫喚編の2本立て。一緒に超魔流を極めようぜ。なんか次回予告が通販になってましたけど、続きをやっていきます。ちょっとセーブだけ失礼します。お前たちに伝えておくことがある。俺はかつて大魔剣ゴルディオンの弟子だった。キリア様があの大魔剣ゴルディオンの弟子。ただ者じゃねえとは思っていたけど、まさか大魔剣ゴルディオンの弟子とはな。さすがの俺様も超絶おったまげたぜ。超魔流は一子相伝と聞いていましたけど、ゼロ系さん以外にもお弟子さんがいたなんてびっくりですよ。一子相伝はただの噂だが、他にも継承者は存在する。なるほどなるほど、キリアさんもゴルディオンの弟子だったんですか。それならゼロッケン君と同じ技が使えるのは当然のことですね。でもキリア様もお人が悪いですわ。それならそうと教えてくださればよろしかったのに。できれば話したくはなかったことだ。あの頃の俺はどうしようもない男だったからな。魔界のクズどもが最終的に行き着く吐きだめ、氷結魔界で俺は生まれ育った。生きるためには戦うしかない修羅の世界。毎日が戦いと裏切りの連続だった。そんな世界の頂点に立った時、俺は魔王と呼ばれる存在になっていた。ゴルディオンと出会ったのはその頃の話だ。氷結魔界の魔王といえば悪名高い暴虐の魔王キリディア。キリア様、もしやあなたは。その名で呼ばれる。久しぶりだな。暴虐のキリリア、あの最強魔王の呼び名を欲しいままにしながらも突如として表舞台から姿を消した伝説の魔王。そ
それがまさかキリアさんだったなんて、驚天動地の事実ですぴょん。俺様を差し置いて最強魔王だと？キリア、今すぐ俺様と勝負しやがれ。キリア様は私のものよ。これほど貴重なブランド品を筋肉バカに傷つけられてたまるものですか。やっぱりただものじゃなかったんですね。キリアさんの異常なまでに高い潜在魔力もそれならうなずけます。でも私を助けてくれたキリアさんがあの暴虐の魔王キリディアと同一人物だなんて、とても信じられませんぴょん。当時の俺は血に飢えた野獣も同然だったからな。そんな俺の前に現れたのがゴルディオンだ。そして俺は初めての敗北を味わった。やつは俺が魔力を制御できずにいることを見抜き、弟子になれと言ってきた。俺は魔力の制御など興味もなかったし、弟子になるのもごめんだったが、奴に勝つために弟子になったふりをした。こう言ってはなんですが、そんなキリアさんを弟子にするなんて、ゴルディオンという人物は変わっているというか、おせっかいというか。キリアさんが悪魔らしからぬ性格になったのもゴルディオンさんの影響なんでしょうか。本当におせっかいなやつだった。俺に魔力の制御の仕方を教えるためにわざわざ超魔流を伝授したんだからな。それだけキリアさんがすごい素質を持っていたということじゃないですかぴょん。さあな。だがこれで俺がゴルディオンを裏切ったのは三度目になってしまった。三度目の裏切り、どういうことですの？ゼロッケン、あの古傷のせいでゴルディオンはボイドダークに敗れたと言ったな。ああ。あの古傷は俺がつけたものだ。超魔流の技を次々と身につけた俺だったが、どうしても習得できない技があった。俺に欠けているものは何か、それを教えるためにゴルディオンは俺が放った技を無防備のまま受け止めた。そのせいで奴は脇腹に大怪我を負った。そして俺は自分に欠けているものが何かもわからないままゴルディオンの元から逃げ出した。それが最初の裏切りだ。もしあの古傷のせいでゴルディオンがボイドダークに敗れ魔将軍ブラディスにされたのなら、それが三度目の裏切りになる。お話を聞く限りゴルディオンは自らボイドダークに組みする方ではありません。おそらくは魔力による洗脳でしょう。ゴルディオンには大きな借りがある。俺はよくわかった。そういうことならオイラも手伝おうぜ兄貴。俺とお前はいつの間に兄弟になったんだ？ゴルディオン、いや師匠の弟子だったってことはオイラの兄弟子ってことだろ。まさかオイラの他にも弟子がいるとは思ってなかったからさ。ぬすっと湯回りしてすみませんでした兄貴。今まで散々盗っ人扱いしていたくせに、すんごい柔軟な思考回路ですね。呆れを通り越して感心します。お互い細かい過去の過ちなんて気にせず一緒に師匠を救おうぜな、兄貴。
第7話過去との戦い全部ブラッティスのやつもボイドダーク様の勅命があったとはいえ私の獲物を横取りするような真似をトトマカイのウサリア灼熱魔界のレッドマグナスあれは両方とも私の獲物なのに魔将軍マジョリタ様にご報告です。魔将軍ブラッディス様が反乱軍との戦闘により負傷されたとのこと。なんだと、あのブラッディスが反乱軍ごときに手傷を負わされたというのか。は、信じられませんが事実のようです。面白い、あんな連中に遅れを取るとはこれは明らかな失点だな、ブラッディス。して、反乱軍の動きは。は、未だ動きはありませんが、このまま魔将軍ブラッディス様の本陣に向けて攻勢をかけることが予想されます。だろうね。反乱軍からしてみれば魔将軍を倒す絶好の機会だ。見逃すはずがあるまい。すでに援軍の準備は整えております。マジョリタ様のご裁可を。援軍？曲がりなりにも魔将軍を名乗る男に援軍を送るなど失礼であろう。それに反乱軍ごときに敗れるようなやつならボイドダーク様の魔将軍を名乗る資格はない。捨ておけ。しかし味方の危機を見過ごすわけには。誰が口答えしていいと言った。これだから生きている奴は嫌なの。キル&リサイクル、やはり死人の方が扱いやすくていい。はい、というわけでですね、魔界エディット屋も解放されたりとか今回もなんかいろいろ更新されましたね。魔界病院へようこそ。はい、というわけで今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。